10時ですね。もうちょっと遊んだらもうゆっくり竹富島へ戻っていこうかな。いやーすごいね。おー怖い。ここもちょっと切り立ってて怖いわ。最初こっちから来ようとしたんだけどね、なんかこっちも戻るのやばそうで悩んだ結果反対側にした。今そっちからね回って降りてきました。こっちは岩の東側か。あ、怖い。おお怖い。ああ今怖いから寝っ転がって撮ってます。いやほんと高くて怖いここ。降りれるかな俺本当に。ここの岩も迫力あるね。一番上あそこね、さっきあそこから撮ってたんですね。いやずっと痛いなここ。面白い。あ、アラグスクも見えるじゃん。竹富、幻の島、浜島、黒島、ほらこれアラグスクですね。珍しくカメラに収まりました。あれこそ幻の島って感じだけどね。で小浜と西表ね、この向こうぐらいに波照間島があるのかな。はあ、ちょっと今一休みです。昼寝しよう。気持ちいい。こっから見えるのは岩と空だけ。横は絶壁です。あとはここを無事に降りられれば、まあ、竹富までは無事に帰れるでしょう。あ、ウミガメが見たかったな。ウミガメは結構ね水面に上がってくるっていうから。で西表のそばは結構いっぱいいるっていうから、うん。あ、眠りそう。はあ、いやー気持ちいいな。じゃあいつまでも寝てらんないから、またここを登って上に登って向こう側に帰ろうかな。いやーこの岩の上に家建てたいよ。ここで暮らせないよねでもね。まあネット回線引けばなんとかなるから。じゃあ帰るか。またこの絶壁降りないといけない。これが怖い。登るのはいいよね。帰りが怖いんだよ。一番近くのリーフちょっと覗いて、でもあんだけ波があったら危ないかな。で、まあ、竹富右の方へね帰ろうかな。さあ今絶壁降りる途中で一休みですね。こんなとこにいます。なかなかすごいよねこれ。これパタゴニアのカタログで使ってくんないかな。イエーイ。